こんにちは。賃貸のお先イメージキャラクターの若須くんです。本日はですね、奈良市北京町でございます、カーサフルーレ1という物件の201号室のご紹介動画となります。それでは若須くんと一緒にご紹介をさせていただきます。はい、さあ、まずはこちらがですね、玄関となります。さあ、玄関入ってすぐ、このようにね、下駄箱収納をついております。はい、では玄関入りましてですね、まずは、右奥の扉ですね。こちら、お手洗いとなりましてですね。はい、ウォシュレット付きのですね、綺麗な洋式のお手洗いついております。また、そのお隣にも、扉がございましてですね。はい、このように洗面フロア入ってございます。シャンプードレッサー付きのですね。はい、独立洗面台や奥の方はこのようにですね。はい、室内の洗濯機置き場となっております。また奥こちらがですね、お風呂場となっておりまして、ゆったりとですね、足を伸ばして入っていただけるようなお風呂場となっております。換気窓の方もね、ついておりますので、はい、ゆったりと入っていただきます。お風呂場となりますね。はい、ではまた通路の方戻りましてですね、まず右手側に行きますと、はい、こちらに収納がね、ございます。背の高いタイプのですね、こちら、天井前ついてるね、収納設備ですね。はい。奥に入っていきますと、このように、洋室がございます。窓もね、2面ついておりましてですね。はい。このようになっております。収納もね、こちら大きいサイズのですね、クローゼット収納がついております。こちらですね、ハンガーポロの方もついておりますので、お洋服もね、かけていただけるようになっております。はい。お部屋の方出ましてですね、こちら続きまして、リビングの方に入ってまいります。はい、まずはこちらですね、モニター付きのインターホンついておりまして、こちらはマカス君のおすすめポイントですね。はい、またキッチンの方もですね、ゆとりあるですね、キッチンスペース取られておりまして、はい、上下にしっかりと収納がございます。またね、作業スペースやコンロもね、しっかりと置いていただけるようになっておりますね。はい、リビングの方ですね、このように。綺麗なね、リビングとなっておりまして、こちらはカウンターキッチンのね、裏側にはですね、このように、ちょっとしたね、収納もついております。また、お隣のお部屋もこちら、洋室となっておりましてですね、このように扉を開けていただきますとね、つなげて使っていただけるようなね、こちら、お作りとなってますね。はい。こちらの方も収納はね、クローゼットタイプ、このように段のついているものから、ハンガーポール付きとですね、はい、必要に応じてね、使い分けしていただけるこちら収納でございます。はい、またこちらの方、バルコニーに出ていきますが、バルコニーもね、大変広くこのように取られましたね。はい、こちらバルコニーとなっております。洗濯物もね、たくさん干していただけるようになっております。はい、それではこちらの物件のご紹介は以上で終了となります。最後にマカス君からお知らせがございます。賃貸の和崎ではネット予約サービスやお迎えサービスなど、各種サービスを行っております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の和崎ではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。